さあ選手がピッチに入ります。日本対スペイン、現地の天候ですが気温が13度、湿度が 81%、 よく晴れたスタジアムです。さて北澤さん、空は綺麗に晴れ上がりましたね。本当ですね。湿度は高く、そしてかなり寒いんですよね。激しく当たりすぎて大怪我なんてね、嫌なケースですよね。どちらもだいぶ入念にウォーミングアップしてましたよ。言えますからね。はい。さあ間もなくキックオフです。日本のキックオフでスタート。日本対スペイン、エキシビションマッチ。まあ大物を食えばね、大きな一勝になりますからね。そういった意味では守備面、そこはやはり課題になりますよね。いい攻撃ですよこれ、サイドから。これはファールではありません。シルバー、短いフィード、マッチアップ、ビザに渡る。うわ、通った。ここは日本素晴らしい対応。中村俊輔、内田勝っています。こぼれたボール、しかし繋がりません。長友、今野、稲本、まだ始まって5分。セルヒオ・ラモス、シルバー、セルヒオ・ラモス、守備陣と交錯です。ジェラール・ピケ、さあ上がってきた。ちょっと持ちすぎましたかね今ね。読まれています。ゴール、ゴールと思いきやノーゴールの判定、オフサイドです。いや残念ですけどね、仕方ないですよね。残念ながらフリーキックとなります。オフサイドの瞬間、リプレイです。開始7分、ダイレクトで送る。前田、中央からスペインのディフェンスに合います。あくまで前へ前へ。イニエスタ、ボールさばきの正確さ圧倒的です。中村、どう打開するのか。ここはスペインクリアです。通れば面白いシーンでしたね今ね。前田、日本ゴール。強豪スペインから先にゴールを奪ってみせました。正確無比なシュート、大きな歓声です。チャンスを確実に生かしてきましたね。さあ日本、強豪に先制。この1点でゲームが動くと思いますね。もう名前を聞いただけで圧倒させられてしまうような相手にも全くひるむことなく立ち向かってますよね。この強い気持ちが得点につながるんだなと思いますね。前田上がっていく、右サイドからどうする。これはオフサイドじゃないのか。これは届きません。ボックスの中、2人はいたんですが届きません。狙う、
まだありますね、チャンス。シルバー、シャビ、13分が経過、前半です。厳しいディフェンス。戻すか、右サイド、前半の3分の1が経過しました。スペイン、前半のうちにもう1点。シャビアロンソ、ここは一歩及びませんでした。さあ日本、非常にこう順調な滑り出しを見せているようですね。そうですね、チーム全体の調子の良さが早いうちに結果に表れましたよね。このままね、行くかもしれませんよね。これもファールですもんね。直接フリーキック、稲本ついている。どうだ、スペインの守備陣が対応。スライディング、2点目かというところ。状況的にはね、押し込んでる状況になってますけども、こういった一発持ってますからね。ただ決めたいところですよね。もう少しドリブルしても良かったと思いますけど、やはり自分のリズム、タイミングっていうのがあったんだと思いますね。少し距離ありましたけど、思いっきりシュート落ちましたね。前半19分です。ボールを奪う、これはディフェンスに合います。今度が対応、縦に入れたボールだと思いますけどもね。本田、当たります。ここはスペインクリアです。さあコーナーキック、日本、これは誰を狙うのか。ヘッドか、入っていく、戻す、サイドを使います。オフサイドトラップにかかってしまった。ちょっと出てたか、どうだ。ビジャ、シャビ、長友がチェック。おっと、これは大きくクリアというところです。いいとこ入りますよ。いいポジショニングだ。中央折り返す、スペイン、ドンピシャですよね。日本追いつかれました。1対1、スペイン、いい時間帯で1点戻し、ゲームを振り出しに戻す。素晴らしいクロスを上げています。決して大きい選手ではないんですけどね。試合は振り出しに戻りました。先制してこれでっていうふうに思ってたと思いますけど、今もう余裕はないですね。中澤、左、稲本、下げます。イニエスタ、送って、シャビアロンソ、ビジャへ、ここは打てる。日本あわや失点というシーン。あと1センチ中だったらゴールインだと思いますけどね。惜しいシーンですね今のね。まあ1センチと言わず、もう5ミリでも中だったらゴールだったと思いますけどね。
ポストに当たりましたよね今。グジョルセンターライン付近一旦下げて、これはディフェンスの網の中へ。左サイドから上がってくるチャンスだ、うん、シュート枠は捉えられませんが、守備陣はヒヤッとしたシーン。前向きでボールもらうとチャンスが作り出しやすいですよね。いいボールがラインの後ろに出てですね、いい形でボールをコントロールしてシュート打ったんですけどね、ちょっと狙いすぎましたかね、枠を捉えなかったですね。そろそろ前半30分を迎えようというところ。稲本、前田、戻します。スペイン、試合は前半の半分を過ぎているんですが点差はついていません。この時間帯になってよく前の方で奪うシーンが増えてきました。そうなんですね、やはりその方がチャンス作りやすくなりますからね。大きくサイドチェンジ、落とす、今野、送って、中村俊輔、奪う。前半31分です。無敵艦隊が攻めます。うーん、キーパーいい判断でしたね。長友、相当に開いて、落ちたんですね。ヘッド、トラップ、クリアします。日本、前半の34分を回りました。ふわりと上げたところ、これはオフサイドになりました。中村、中澤、さて福田さん、はい、日本、さあ35分が経過しました。1対1、だんだんとこう中盤で動きやすくなっているようにも見えるんですが、中央で受けた時にも最後に少し引っ張ったりとか、ディフェンスを崩そうというか間を作ろうという意図的な動きはしてますよね。シャビ、前を向く、左サイド、このスルーパス、これ来てましたね、繋がらない。絶妙なパスが入ってきたんですが、わずかに読みが足りなかった。攻めた後の守り、特にカウンターには注意したいですよね。本田、前田、体を寄せる、稲本へ、ファウルをもらいます。フリーキックのチャンス、誰に合わせてくるのか。ゴール前ですね、3人フリーでしたね今ね。日本勝ち越しのゴール、サポーター湧いています。いやー、いいセンスしてますよね。さあ日本、素晴らしい時間帯、親善試合とはいえ当然勝つつもりで臨んでいると思いますけども、まあ新しい戦術を試したり若い選手を使ったり実戦でいろいろ試せる貴重な試合だと思いますね。直接フリーキックです。
前線に誰がいるのか。持ち込む、ギリギリのプレーです。イニエスタへ走っていく、イニエスタ抜く、前半の41分を回りました。いいですね。進入していくか、ゴール、素晴らしい。いや、これが入ってしまう。3点目、前半残りわずか。ちょっと時間を使いすぎたかなと思いきや、試合を決定づける3点となるのか。素晴らしいシュートです。サポーターの気持ちも最高潮でしょう。いやー、いいシュートだったと思いますよ。うまく攻撃できたと思いますよ。さあスペイン、これは早いうちに取り戻したい。2点取ればね、ハットトリックまで狙うんじゃないでしょうかね。とファウルですかね。ファウルになりましたね。ちょっと今のはいらなかったかもしれませんね。リプレイ見てみましょう。およそ30メートル。こういうところをチャンスにするというのが試合のリズムを変えることになりますからね。しかしコーナーキック、どう応える。ビジャへ、いいですよ。サイドのサポートはあるのか、ない。選択は一人、シュート。素晴らしいプレーでしたね。前半ロスタイムです。スペイン、これであと1点差。一矢報います。いや、ラインの裏をきれいに取りましたね。ラインの後ろですね。ディフェンスの後ろにできたスペースをですね、うまく使いましたね。さあスペイン、決められた後は決める。次の1点というのが勝敗を大きく分けるゴールになると思いますよ。さあ45分、あとはアディショナルタイムとなります。ビジャー、こぼれ球もったいなかったですね。ここで笛、ハーフタイムを迎え後半へ。しかし北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いや、素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。日本としてはこのまま引き離したいとこでしょうが、失点もありましたからね、まだまだ安心できないとこでしょうね。さあ日本、1点リードで折り返します。さあ後半スタートです。日本対スペイン、非常に前半もですね、両チームとも自分たちのチームの持ち味というのも十分出してましたから、後半もですね、非常にそういう部分では楽しみですね。ゴールまでおよそ32メートル、まだありますね。いい展開ですよ。大きいクリア、セルギオラモス、バックパス、うまく詰められましたからね。上げる、弾き返される。あー、エヴァっていうところですけどもね、ちょっとうまくつかめてなかったですからね。
ダメでしたね。ボールはアウト。ディフェンスの網の中へ。追いかける、つながる。長友、壁を使ってきた。スペインのディフェンスに合います。いなしてダイレクトで送る。リジャへ、今度が対応。今度スペイン1点リード。内田、こういうの大きな展開がね、相手のプレスを回避するような攻め方ですよね。ボールを奪う鎌田、つながっていく。中にも行けますけどね。後半7分が過ぎました。セルヒオ・ラモス、シャビ、2人ついている。これはどうやらオフサイドのようです。巧みなラインコントロールです。オフサイドのシーン。右ぴったりくっついている。コントロール前線へ。中澤のチェック。中央、惜しい。よく守りましたね今のもね。ここは少し耐え時かもしれないですね。リズムが悪いですからね。送って、スペインあと1点というところが決勝ゴールと思われます。ダイレクトで送る。シャビ、いいですねこれ。内田がチェック。中村が奪う。後半の12分が経過しました。中村が奪う。前田、スペインのディフェンスに合います。右サイド、シャビついている。出てきた、通りません。戻して、スペインリードです。ドリブルを選択。スペインのディフェンスに合います。ここはスペインクリアです。取られます。ちょっとね、大きく展開したところでしたけどもね。イニエスタへ、陣内深く攻め込んでいく。ドリブル突破はなりません。後半17分が過ぎたところです。ファールです。これは注意だけですね。スペインボールになります。誰に合わせてくるか。どうする。かなりプレッシャーかけてますね。チャンスですねこれ。さあロビングは、ね、まんまとオフサイドトラップにかかりました。シャビ、しかし彼の飛び出しに関する嗅覚素晴らしいですね。ちょっとオフサイドでしたけど非常にいい攻撃だと思いますね。スペインの守備陣が対応。リジャへ、どこへ出すのか。左にそれる。ゴールキーパーもしくは味方、相手もですね、まさかここからというようなね、意外性のあるいいシュートだったと思いますね。本当にシュートまで行くこと大切ですからね。福
福田さん、なんでしょう、点取り屋に絶対必要なもの、一番重要なのは、やっぱりいつもゴールを意識してプレーをするってことが僕は重要だと思うんですね、うん、シュートを打つっていうのは非常に勇気がいるし決断力がありますから、はい、迷ったらもうシュート打てませんから、うん、やっぱりゴールを取りたいっていう気持ちをいつも持ってる、そうしたらどういう風になってくるのかって言ったら、ゴールキーパーの位置を見るようになるし、はい、自分がどこに立ってるかっていうこともいつも意識してプレーし始めますから、うん、そうすると相手にとって上手い選手ではなくて怖い選手に僕はなっていくんだと思うんですね、うん、中澤187センチ78キロ、後半の21分が経過しました。今野、稲本、長友、ロングボール奪います。前田、鎌田、前線ファウルですか。中澤注意に終わりました。フリーキックのチャンスです。大事にいきたい。ボールは渡る。シュート打ってもらいたいですね。ボールを預けます。ああするしかなかったですよね。長友の対応。さあ残り20分を切ったところ、スローインです。さあボールを入れるのはシルバー、くっついている、駆け上がっていく、強さありますよね。戻します。稲本、本田、前田、ディフェンス一旦下げて、シャビ、シャビアロンソ、預けパスをカットです。胸トラップから稲本、スペインのディフェンスに合います。送ってロングシュート、枠のど真ん中、キーパーを狙ったかのようなシュート、狙ってきましたね。ちょっと一瞬ですね、グリーンになってしまいましたから、シュートまで持っていかれてしまいますよね。しかし追いかける、ビージャが待っている。ここで打たせてはいけませんよ。イニエスタへ、シャビアロンソ、通りません。一人で持ち上がっていく前田、積極的なディフェンスからダイレクトで送る、パス回し冴えています。送ってシャビ、戻し、刻一刻と時間が過ぎていく、ついています。あと10分少々です。これは守備陣の網の中へ、ボンダ、前田、パスコース埋めてますよ。このボール、いやー綺麗でしたね。しかしこれは弾きます。セルヒオ・ブスケツ、日本ここで控えの選手がアップを始めました。ボールつながりません。前田、本田、前田に渡る、シュートで終わると面白いですね。決まった。やっぱりね、ワンタッチでシュート打たれるとなかなかこう反応できないですよね。4点目、日本リードを広げました。大きいなこの1点は。ハットトリック、
いやー本当絶好調ですよね。もう勢い止まらない感じですよね。そして一旦バランスを崩しながらも結果としてうまく収めました。さあスペインどうでしょう、本来の力が発揮できるのか。イメージ通りといったところでしょうね。どんどん余裕が出てくるんでね、ボール回しも非常にリズムもいいです、タイミングもいいですね。シルバー中央へボールは渡る。ここは要注意ですよ。さあ中どうだ。長友がチェック、一旦後ろに戻して、時間がないところもったいない。緩いボール、いいクロスありましたよ。やっとオフサイドを取られてしまった。そろそろ40分が過ぎようとしています。後半です。取ります。と左からスペインの守備陣が対応。前線に侵入していく、来ますよ。カプデビラの対応。時間がありません。もう41分。フォローが欲しい。弾き返される。ビザに渡る。持ってきましたよ。よく守ります。右上がっていく。さあ日本2点のリード。時間がありません。エンドを抜く。どこへ配球するのか。タッチ終わったところでタイムアップの笛です。ダブルスコアで4対2。日本素晴らしい勝利です。ハットトリックというプレゼント付き。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。日本としてはサイドよりも中央を崩していく攻撃が光ってましたよね。守備の厚いゴール前を突破できる選手がいるっていうのはこれからもチームとして大きな戦力になっていくでしょうね。では今日の結果です。日本勝利を収めました。お別れの時間が迫ってまいりました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。ではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れとなります。ごきげんよう。さようなら。